どうもじっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうもじっさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、300コストスタンダード戦っていうのが来てたんでね、何百戦ぶりぐらいですね、ジムナイトシーカーに乗ってみたいと思います。さあ、支援が仕事ですね。おお、逃げれるかな。ジャンプ遅く、あっジャンプ遅くない？こんなにあれだったっけな、ジャンプ遅かったっけ。あ、敵さんいっぱい来ましたね。どうしようかな。遠回りしてB取れたらいいけど、なんか追っかけてきてるな。取れるかな。よいしょ。まあ、選挙とね、味方のサポートができりゃいいんですけど、よいしょ。6番さん、どうしよるかな。選挙行きそうやな。んじゃ、よいしょ。3番やっつけれるかな。えいえい、あーダメだ。うい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 なんかめっちゃ敵集まっとるな。これは厳しいな。せめてあんま意味ないけど、うわー死んだはい。まあ、なんでね、コスト戦来てるかっていうとですね、今日のデイリーミッションで、エイハブリアクターがもらえるんですね。選挙17箇所でもらえるっていうことなんでね、選挙できたらいいなと思って来ております。さあ。あとね、年末ちょっと不定期、あ、ここは守りたいな。よし、ナイス味方。ナイス味方っていっぱい敵来てるな。ちょっバズーカとかないんでね。あと久々すぎてよくわからん。よし、よし、ナイス回復回復。はい、でさて、あ、もういいか。よいしょっと、ほいっと。さあ、よく見えますね。あわよくば C の中継をね、ここをかすめていきたいんですけどもね、シャンブロにねすごく狙われるんですよね。第3セリフもすごいね、狙われるね、実様なんでね。おっ、降りちゃった洞窟に逃げましょうか。嫌な予感。あ、やっぱりなんやろね、すごい狙われますね。皆さんもそうなんですかね。よいしょ。さあ、敵を苦戦してそうにないけど、よいしょ。さあ、300コスト戦はやっぱりこう時間がゆったりと流れていきますね。はい、もう一撃必殺武装みたいなの持ってる人いないからね。走ってきた。もう嫌だ。これ300コストの機体じゃ逃げきれんな。あ、しかも色塗り替えられてる。ちょっと足遅いですね、300コストの機体だと。あ、中継が、さま死んでるうちに戦いましょう。余計だったな。よし、
ちょっと外れ、えいえい、よろけないな、弾がね、よいしょ、よし、味方ナイスです。あおおおおお、道に迷ったよ、赤いやつがいるな、よいしょ、さあ来たぞ、こっちは来いぞ、うー来たこれガード負荷なんですよね、まずいまずい、逃げれん、うう、ちょっと待って、あっちに行けないよいしょ、すまん味方、でも回復はします、よいしょ、こっちだな、これね地図見れるようにできる、地図敵の位置が全部分かるようにできるんですけどもね、これの利点はね、まあ、実様が個人的感想ですけどもね、キュピーンってなった瞬間多分みんな地図見てくれてるんじゃないかなと思うんですよね、一瞬でも、でそれが意外と大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、意外と地図見れない、見れてなさそうな人とかもね見かけるんでね、まあ、そういうサポートになってるといいなと思いながらね、乗ってましたね昔は。今だとね、この300コースト戦だと、うわーやべーまたか300コースト戦やとね、遠距離支援型陣、偵察支援型陣やったっけな、うわ怖え、低発殺支援型陣かな、なんかが言うんでね、うー怖いな、これは逃げ切れなさそうやな、うわバズーカか、リーヨの、いいよね、いい機体ですね、300コストの中ではリーチ長いのかな、よし、ここはもう最後明け渡さなければ勝てそうですね、えいえい、あおいで、はい、全然活躍してないですけどねうん、時間切れで勝つことができました、はい、チームの皆さんありがとうございました、あ打たないんだっけ、うん、打ったらかっこいいのにね、はい、ということでね、作業員みたいな感じですけどね、うん、面白い機体ですね。さあお休みというかね、年末年始にかけてね不定期になりますということでね、ちょっと時間できたんでね、動画一つ作ることができました。あチームだよ、でも一応1位か、あれかな、全体見えるようにしてたからそれの支援ポイントが大きかったですね、はい、うん、選挙勝ちでしょう、実様ちょっとシャンブドと遊びすぎましたね、はい、ひどい成績ですけどもね。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。